日清市立図書館は愛知県日清市賀二校町にある公共図書館。1980年に愛知郡日清町に日清町社会文化センター図書館が開館し、1989年に図書館法に基づく日清町立図書館となると、1994年に日清町の市政志向に伴って日清市立図書館に改称した。2008年に 岡田新一設計事務所の設計による原稿館が開館した。1980年以前の愛知軍日清町には大座岩崎の福祉会館に図書コーナーがあった。1979年に新しい日清町役場が竣工すると、1962年春工の旧町役場を日清町社会文化センターに転用し、1980年6月17日には、 内部に図書室が設置された。1階は展示ホールと視聴覚ライブラリーであり、2階が図書室だった。一般用図書室と児童用図書室の双方があり、開館時の一般書は約8000冊、児童書は約4000冊だった。3階には小ホールと文化教室があった。開館からしばらくは考え貸し出しを行わずに館内閲覧のみだった。 なお、1980年の国勢調査による日清町の人口は4万1024人である。1981年度の貸出冊数は 66, 6万6406冊だった。1986年には移動図書館社アジサイ号の運行を開始している。1988年度の貸出冊数は約17万6000冊であり、 全国の調立図書館の中でも上位に位置していた。1989年3月には図書館法に基づいて日清調立図書館条例を制定し、5月1日には施設は同一ながら日清調社会文化センター図書室から日清調立図書館に改称した。同年5月に日清調民会館が開館し、公民館機能が日清調社会文化センターから 移転したことで、日清町社会文化センターに余裕ができたためである。解消時の蔵書数は、図書5万2079冊、紙芝居632組、カセットテープ150本、ビデオテープ20本だった。解消と同時に、建物の改修工事に着工し、11月には改修工事が完了した。工事完了前の10月には、図書館業務を再開しており、 工事完了後の11月25日26日には図書館フェスティバルを開催した。1991年3月にはコンピュータを導入した。1992年3月にはビデオテープの貸し出しを開始し、同年6月には CD の貸し出しを開始した。1993年2月には身体障害者に対する郵送、宅配サービスを開始した。 同年6月には2階に参考図書室を設置し、参考図書と郷土資料を一般書から独立させた。1990年の国勢調査で日清町の人口は5万人を超えたため、1994年10月1日には日清町が市政施行して日清市となり、日清町立図書館から日清市立図書館に改称した。1996年には、 学習席を移設することで、閉鎖書庫の増設を図った。1998年6月には、お話の部屋の改修工事を行った。2007年度の貸し出し数は、約64万冊であり、全国の人口6万から8万の自治体の中で12位だった。1962年春高の建物は老朽化が進み、また、増書数の増加で手狭になったことから、 1996年には山田和馬市長が新館の建設を表明した。1999年に就任した助、森明市長は市政志向10周年記念事業として2004年の新館会館を目指したが、日清市民会館近くの建設用地を約13億円で買収する議案は、高額すぎるなどの意見が出て、2001年12月の日清市議会で否決された。 議案の否決後、日清市当局は、議案否決後に、学識経験者や市民らで構成される、新図書館検討委員会を発足させ、2003年3月には、検討委員会が、市民会館東側、市民会館北側、日清市中央福祉センター東側の3カ所を、建設用地候補とする答申を、助森市長に提出した。同年4月には、新図書館建設準備室が、 設置された。2003年7月13日に投開票された日清市長選挙では、新館の建設が一つの争点となり、現職のスケマモルが再選を果たしたが、候補者3人はいずれも新図書館の建設を早期に実現させることを政策に掲げていた。日清市当局が再度提出した議案も、日清市議会で否決され、新館の開館は大幅に遅れた。 2005年4月には新図書館建設準備室が新図書館準備室に改称された。2006年3月に新図書館の設計に取り掛かり、同年12月1日に蟹校長の日清市、中央福祉センター東側で新館の建設に着工した。新館は旧館の東100メートルの距離にある。2008年5月21日に新館が竣工すると、6月29日には、 旧館が長期旧館に入り、蔵書への IC タグの調布や新館への移動などの移転準備を行った。この間の8月に運営業務が図書館、流通センターに委託されている。2008年10月1日に日清市立図書館の新館が開館した。総工費は29億4000万円。開館時の蔵書数は約23万冊。新館の収蔵能力は 約48万冊であり、休館の約2.5倍となった。開館後1ヶ月の1日平均貸し出し数は3374点であり、前年同月の2222 22点と比べると1.5倍となった。土日はセルフ貸し出し機での貸し出しが80%を占めるという。2009年6月12日には、 愛知県の公共図書館で初めてインターネット音楽配信サービスナクソスミュージックライブラリーの考え利用券の貸し出しを開始した日清市立図書館は年額17万8000円で10件の利用契約をしておりうち5件を貸し出して自宅で鑑賞できるようにするほか館内のパソコンでも鑑賞できる2010年11月1日には 日清市にキャンパスを持つ杉山女学園大学と現物貸借協定を結び、杉山女学園大学図書館が所蔵している資料を日清市立図書館で貸し出しすることが可能となった。2011年度には愛知県による第17回人に優しい街づくり賞特別賞を受賞し、2012年度には内閣府によるバリアフリーユニバーサルデザイン推進校舎表彰。 内閣府特命担当大臣表彰有料賞を受賞している。なお、旧図書館の建物は耐震補強工事が行われ、2011年3月28日より市役所北庁舎として再利用されている。2012年6月には雑誌スポンサー制度を導入した。2013年6月には1階のグループ、学習室をパソコン専用室とし、 2階の IT 講習室に社会人専用席を設置した。同年10月には開館5周年記念事業を開催した。2014年度には再び図書館流通センターが指定管理者となった。2016年8月には講習無線 LAN を整備した。2018年10月1日には開館10周年を迎え、10月6日から10月8日には、 オリジナル絵本作り講座、プログラミング講座、児童文学作家である、石井桃子のドキュメンタリー映画、子供と文学の上映会や、監督の森秀夫の講演会、岩崎千尋のにじみ絵製作ワークショップや岩崎のドキュメンタリー映画、岩崎千尋27歳の旅立ちの上映会などの記念事業を行った。日清市のほぼ中央部にあるカ校長には、日清市立図書館、 日清市役所、日清市中央福祉センター、日清市高齢者域外センターなどの公共施設が集まっている。建物の設計は、藤沢市総合市民図書館や金沢市立、泉谷図書館や新潟市立中央図書館などの実績がある岡田新一設計事務所である。岡田新一設計事務所は、滞在型図書館、情報発信拠点、市民参加型の図書館、 地域と連携する図書館、自動性少年を地と情報の世界に導く図書館を5つの柱とした。建物の四隅には民の星、太陽、酔いの星、ガツをイメージしたシンボル塔がそびえており、館内には自然最高を随所に取り入れている。自動コーナーは旧館の3.1倍の面積となり、新たにティーンズコーナーを設置した。ゆったりした一般開花には、 最大14万冊を収蔵可能であり、約300席の閲覧席が設けられている。グループ学習室やパソコン専用室を設けており、1階と2階の双方に独立したレファレンスデスクを設置している。新館の開館にあたって、蔵書すべてに IC タグを重複した。3台の自動貸し出し機を設置して貸し出し作業の円滑化を図っているが、自動貸し出し機の導入は、 愛知県の公共図書館で2番目である。館外には時間外貸し出しロッカーを設置し、開館時間外や休館日でも予約本の貸し出しを可能とした。1980年の日清庁社会文化センター図書室設置当初は館内閲覧のみだったが、同年9月には2冊まで10日間の館外貸し出しを開始した。1983年7月には、 考え貸し出しの制限を3冊まで2週間に変更した。1991年3月にはコンピュータを導入して貸し出し返却手続きが円滑になったため、考え貸し出しの制限を5冊までに変更した。2002年6月には貸し出し冊数を5冊から7冊に変更した。2005年7月には貸し出し冊数を7冊から10冊に変更した。 新館会館前の2005年7月には、日清市在住、在勤、在学者のみだった貸出可能者を近隣市長、在住者にも拡大した。2008年10月1日の新館会館と同時に、貸出可能者を、名古屋市全域、豊田市、瀬戸市、大荒旭市、豊明市、愛知郡町久手町、東郷町、三好町の在住者に拡大している。 日清町社会文化センター図書室時代の1986年11月に移動図書館舎、アジサイ号の巡回を開始した日清町立図書館への解消後の1997年には移動図書館舎の車両を更新した新館開館後の2007年10月をもって移動図書館サービスを終了した2011年6月には日清子育て総合支援センターに 図書返却ポストを設置した。2012年6月には、日清市障害者福祉センターに図書返却ポストを設置した。2017年11月24日には、大型商業施設、プライムツーリーや会計の開業に合わせて図書返却ポストを設置した。ありがとうございます。